こんにちは、未解決事件捜査官です。こんにちは、未解決事件捜査官の助手です。今回は1959年昭和34年に発生した、キャビンアテンダントの竹川智子さん27歳が何者かによって、命を奪われた事件を紹介するよ。昭和34年の未解決事件なんだ、古い事件なのね。確かに古い事件だ。しかし、今でも都内の一角の事件現場には、当時の面影が残っている。終戦からまだ14年しか経っていない時期の未解決事件なんだよね。当時とても騒がれた事件だった。そういえば昔は、キャビンアテンダントのことを、スチュワーデスと呼んでいたわね。そう呼んでいたね。当時の日本では、なんといってもスチュワーデスさんそのものが、憧れの職業で珍しかった。だと思うわよ。今でも人気の職業ね。しかも竹川さんは、英国海外航空、BOAC、今のブリティッシュエアウェイズなんでしょ？それはすごいわ。しかも彼女は英国海外航空が、初めてスチュワーデスに採用した、日本人女性の8人のうちの1人だったんだ。その竹川さんが試験に合格して、3日後に仕事が控えていた。さあ、これから初フライトという時に、殺害されてしまったんだ。ということは、彼女は一度もキャビンアテンダントとして、働いていないんだ？そういうことになるね。これがこの事件のキーポイントになっている。せっかく難しい採用試験をクリアしたのに。しかもその採用試験についても、いろいろと不可解なことも、後から出てきてしまった。なのでこの事件は、単なる殺人事件ではないんじゃないか、という暴虐論まで出回った。ネットを見ると神父が犯人だとか、犯人がわかっているのに、未解決のままの事件になっている、とも言われているわね。そうなんだよ、その線ももちろんあるよ、神父説だね。ウプ主が言うには、この事件は戦後間もない日本で、暗躍する外国の組織。そして復興途上で力が弱かった警視庁、そのあたりが、絡み合った事件だと言っている。なるほど、この時代は戦後の動乱期で、こういう刑事事件以外にも、いろんな闇が見え隠れする出来事があったわね。その通り、当時は日本の闇の中で、暗躍する人たちが多くいた。ということで今回は、BOAC スチュワーデス未解決事件について、事件の概要とその背後について、二つの犯行説などについて話していきたい、と思っているよ。皆さん、よろしくね。事件の始まりは、1959年3月10日、東京杉並区の善福寺川宮下橋で、BOAC 社スチュワーデス竹川智子さん27歳が、遺体となって発見されたことに始まるんだ。時間は午前7時40分頃だ、と言われている。通勤中のサラリーマンの男性によって発見された。杉並区の善福寺川宮下橋って、桜の綺麗なところよね。近くには和田堀公園もあるし、緑地として整備されているし、桜並木で有名よ。そうなんだよ、昔の善福寺川は、幅10メートルくらいはあったようだね。しかし、今と同様に大体水深は膝くらいしかない浅い川で、とても人が溺れるような川ではなかったと、言われている。そんな川に竹川さんは、水死体となり浮かんでいたんだ。これがその事件現場なの？そうだよ、1959年当時の善福寺川宮下橋付近の様子だよ。当時の場所と現在の場所を照らし合わせると、この場所が当てはまる。ちょうどこの位置だね、この付近に竹川さんは浮いていた。こんな浅い川で竹川さんは溺死したの？ちょっとこれはありえないと思うわよ。遺体が見つかった時は、検視による死因は自殺による溺死と言われていたんだ。肺の中に少量の水があったんだよね。しかし、ちょっとおかしな部分もあって、司法解剖に切り替えられたんだ。
慶応大学附属病院に移して、解剖を行った結果、首の圧迫痕が見つかり、死因は絞殺による窒息死だったことが判明する。肺の中に少量の水があったということは、息があるうちにここに遺棄されたのかしら？それとも犯人が、殺害前に風呂場か何かで、絞殺したのかもしれないわ。そうだろうね。彼女の死亡推定時刻は、前日9日の午後11時から当日の午前5時頃とされた。遺体に外傷はなく、服装に乱れもなく、グリーンのツーピースを着ていて、下着もつけていた。なるほどね、それで最初は自殺と思われたのかも。犯人が自殺を装ったようね。そして、彼女の体内からは O 型の体液、下着からは A 型または AB 型の、異なる二人の体液が検出されているんだ。異なる二人のものっていうのが、事件性を物語っているようね。しかし暴行された後は、なかったのよね。竹川さんの足取りは、遺体で発見される2日前の3月8日午後3時頃に、当時住んでいた、世田谷区松原の寄宿先を後にしている。駒込にいる、小島高橋五郎型の誕生祝いに行きます。という言葉を残して、行方がわからなくなってしまった。そして2日後の10日に、遺体となって見つかっている。その誕生祝いには顔を出しているの？出していない、それは嘘だったんだよ。ある男と連れ込みホテルに行っていたんだ。ここで竹川智子さんと、事件の鍵となる就職について、話をしておくよ。なぜ彼女が、英国海外航空に勤めることになったのか、簡単に説明するね。そうね、私はそれがすごく気になるわ。竹川智子さんは、兵庫県芦屋市の出身。両親ともに熱心なクリスチャンだったので、彼女も早い時期に洗礼を受けている、カトリックのクリスチャンなんだよ。なるほど。日本には結構クリスチャンになった人多いわよね。戦後からって人もいるわよ。美智子皇后陛下のご実家正岳もカトリックだったし、第92代内閣総理大臣を務めた麻生太郎氏もカトリック。古い時代になると、第19代内閣総理大臣の原敬氏もカトリック、第68、69代の大平正義も洗礼を受けている。あとは石破さんとかもそうだし、皇室にはキリスト教系の大学に行く人も多いみたいね。竹川智子さんの父は会社を経営してたりで、彼女は裕福な家に育っているんだ。カトリック系の私立女子校に通っていたけれど、父親が病気で倒れ、会社が人手に渡ってしまった。やっぱり裕福な家庭だったのね。お父さんの会社は、どういう会社なのか気になるわ。今となってはそこまではわからない。そういういきさつがあって、彼女は聖母女子短大を出た後に、上京して仕事をすることになった。それがキリスト教の、サレジオ会系が運営していた乳児院、聖オビリアホームなんだ。そこで看護師として、住み込みで働いていた。なるほどね。しかし違和感を感じるのは、私だけかしらね。乳児院で住み込みで働いていてた彼女が、結局は、英国海外航空のスチュワーデスになるでしょ？看護師から、いきなりキャビンアテンダントの試験に合格するんだ。なんか急に飛躍しているわね。そのあたりは、やっぱり変だよね。まあ、一部では、彼女の義理の叔父が、英国海外航空の東京支社営業部長だったことから、勧められたんじゃないか、とか言われている。採用試験を受けたとき、彼女はすでに27歳で、採用の条件からも外れていて、海外在住経験もなく、英語があまり得意ではなかったんだ。しかし、それでも合格しているのは、彼女自身が猛勉強したこともあるだろうけれど、その叔父のコネだったのか、という意見もあるね。まあコネで合格しても、肝心の英語が堪能じゃないと、業務に支障が出るからね。キャビンアテンダントは、とにかく語学力が必要だから、ある程度は彼女も頑張ったのでしょう。
合格後にロンドンでの講習があり、2月27日に英国から帰国、そして2週間後の3月13日には、初搭乗する予定だったんだ。しかし、3月10日に遺体となって発見されたんだよ。3日前に事件に巻き込まれたんだ。まるでキャビンアテンダントとしての勤務を妨害しているようなタイミングだわ。そして容疑者として浮上したのが、ベルギー人の神父だった。やはりカトリック信者の、ベルメル・シュルイズ当時38歳という男なんだよ。彼はカトリックである、サレジオ会の社会事業団体の一つ、ドンボスコ社で会計主任をしていた人物で、竹川さんと交際していた。竹川さんは神父と交際していたの？一般的にカトリックは、キリスト教の中でも、戒律が厳しいと言われているわね。その神父という立場の人間が、女性に手を出してしかも、殺人事件の容疑者になるなんてびっくりよね。この神父ベルメル氏と、竹川さんが知り合ったのは、住み込みで働いていた、ニュージーン製オディリアホームなんだ。サレジオ会系のニュージーンだったこともあって、ベルメル氏はたびたびここを訪れていた。しかもベルメル氏は、竹川さん以外の女性にも手を出して、愛人を作ったりセクハラのようなことを、繰り返していたと報道されている。まあ私の試験だけど、聖職者の中にはこういう人多いでしょう。殺人事件だけでなく未成年に関した猥褻事件で、日本で逮捕された牧師とか神父って他にもいるわよね。あと海外でも、バチカンやローマカトリック教会の聖職者が、児童への性的暴行を起こして、大々的に報道されたものもあるわ。そもそもこの人は、どういう経歴の人なの？神父ベルメル氏は1920年に、ベルギーウェストカークで、農家の長男として生まれている。カトリックの司祭神父になるため、28歳の時に1948年昭和23年、5月8日に神学生として来日しているんだ。サレジオ会の神学校で神学生として学び、1953年昭和28年に司祭になっている。この神父は、日本語が堪能だったと聞いていたけど、長く日本に住んでいた人なのね。しかもなんだろうな、終戦直後に日本に来ているんだね。そうだね、28歳で日本に来て、事件発覚した時は38歳だった。半年ほど帝都育英学院で、英語の教師として働いたこともあった。事件発覚した時は、サレジオ会の布教事業会社であるドンボスコ社で、副社長として会計を担当していたんだ。宗教の布教のための関連会社ってあるんだ。日本でお金儲けしようとしていたのね。完全に営利目的じゃないの。この頃サレジオ会やドンボスコ社は、日本での布教活動の拠点を拡大するために、イタリア本部から資金を投入したんだ。日本で本を出版したり、精力的に活動していたんだよね。サレジオあって日本の学校の中で、神父が猥褻事件を起こしていたわよね。文春に神父の実名が書かれていたわ。あと高校生首切り殺人事件も、サレジオ高校で発生しているんだけど。その通りだよ。自分の中ではサレジオ会と聞くと、いい印象はないね。日本に来ている本当の目的は何だろう。とてもきな臭いわ。実はサレジオ会は、戦後の日本でたくさんの悪事を働いている、と囁かれている。有名なものは闇砂糖事件容疑だね。太平洋戦争後に、敗戦国となった日本や朝鮮半島を救う目的で、バター、砂糖、缶詰、小麦など、ララ物資が送られていたんだ。サレジオ会のドンボスコ社は、その救援物資をちゃんと配らず、横流ししていたと言われている。その事件は1951昭和26年の闇砂糖事件と呼ばれ、その容疑が囁かれていた。最低よね。戦争でボロボロになった日本に、善意で送られてくる救援物資まで利用するなんて。
他にも日本に運んできた闇ドルを、レート360円を無視して400円で日本円に換金して、暴利を得ていた1952昭和27年の闇ドル事件の容疑もあった。ベルメル氏神父は、こういう会社の会計をしていた人間なので、おそらく何らかの形で関わっていたんだろうね。金の流れを管理していた人なのね。ララ物資横流し事件を起こした救援物資も、闇ドル事件を起こしたドル札も。実は竹川さんが就職した BOAC 英国海外航空の、極東経由で行われていたんだ。え？まさか航空会社まで絡んでいたわけ？英国海外航空とドンボスコ社の関係は、後で詳しく話すね。あと、気になるのが、竹川さんの行方がわからなくなる前日に、実はこのドンボスコ社から、竹川さん宛に手紙が届いているんだよ。そして彼女はその手紙を見て、一瞬顔色を変えたという、下宿先での証言が出てきているんだ。行方不明前日の手紙なんか、何が書かれていたんだろうね。ドンボスコ社そのものと竹川さんは、何か関係があったのかしらね。接点はやはりこの神父だとは思うけど。また遺体が発見された前日の3月9日に、神父と竹川さんが原宿駅前の菊富士ホテル、という連れ込みホテルに入ったという事実が、確認されたんだ。外国人と日本人の組み合わせは、当時は珍しかったため、従業員が神父の顔を覚えていた。遺体発見現場となった善福寺川付近で、遺体が発見された10日の朝の5時ごろ。この時、現場近くにいた主婦が、神父の車ルノーを目撃していたことも判明している。普通に考えてこの神父が怪しいわよね。遺体発見のその日の朝まで、一緒にいたことが目撃されているんだし。現場にはタイヤ痕が残っていたんだけど、警察が照合しようとしたら、神父は事件後にタイヤ4本、すべて新品に変えていた。こうなることを予測して、捜査の先回りまでしていたんだよ。この神父への任意での取り調べについては、いろいろと意見が出ているようだね。戦争が終わったばかりの警察は、力が弱かったとか、敗戦国だったので欧米諸国に対して、厳しい取り調べができなかったとかね。戦後すぐはいろんなところで、暴動も起きていたし、警察だけじゃどうしようもなくて、米軍が治安の取り締まりしていたこともあったわ。重要参考人が外国人で神父だったこともあって、最初はマスコミに知れると、捜査が難しくなることから、極秘捜査をしていたんだよ。しかし NHK のドキュメンタリー番組で、横浜出入国管理事務所に神父の写真が、貼ってあったことが映し出されてしまう。それでマスコミに知られてしまったんだよ。当時からマスコミは日本の足を引っ張る存在だったのね。神父の出国を抑えるために貼ってあった、手配写真だったんだよ。この事件の担当刑事は、吉典ちゃん誘拐殺人事件を解決したりした、有名な人だったのよね。平塚八兵衛部長刑事だね。他にも定員事件、1948年とか、下山事件、1949年の捜査にも関わっている。しかしこの事件は、バチカン四国大使館一等書記官と、弁護士の立ち会いのもとで、取り調べをしないといけなかった。それは刑事としては、やりにくいわよね。ただでさえ、免れようとしている犯人たちを、追い詰めて自供させないといけないのに、この状況は大変だわ。そもそもバチカンからの人は、いるべきではないと思う。取り調べは5月11日から13日と20、21日の5回行われた。血液型を割り出すために出したお茶や、ジュースに神父は一切口をつけなかった。警察は尿の採取の準備をしていたけど、神父はトイレにも一度も行かなかった。その後、警察は何とかして神父の血液型を、突き止めることができた。それは竹川さんの体内から出ていた、体液が採取した O 型と一致していたんだ。今のように DNA 鑑定が進んでいたら、
この事件は解決できたかもね。ちょっと残念だわ。そしてベルメルシュ神父は、事件の前日に原宿のホテルに行ったことは、認めているんだ。しかし、それはただの相談を受けただけで、体の関係はないと言っている。その後神父は体が疲れたとか、そういう理由で入院してしまった。どこかの政治家みたいね。しかし入院しても、退院したら捜査は続けられるわね。警察は6回目の取り調べの準備をしていた時、この神父は突然帰国するんだよ。10年も日本にいた人が、取り調べの最中に帰国するんだ。自分がやっていないのであれば、潔白を示すために警察に協力すべきでしょ。その通りだね。6月10日、羽田国際空港の出国手続きカウンターで、入国管理局の審査官が出国しようとしている神父を見つけて、警察に連絡したんだ。しかし、神父には逮捕状が出ているわけでもなく、そのまま出国許可は下りて、事情聴取がまだ終わらないうちに、ベルギーへと帰っていく。その結果、この事件は1974年3月10日に、時効を迎えてしまったんだ。本当に人を馬鹿にするような行動よね。さっき BOAC 英国海外航空が、ドンボスコ社と組んで極東経由で、闇ドルや救援物資を運んでいた話したよね。その他にも、英国海外航空のスチュワーデスらが、麻薬を運んでいたことも判明している。もう何でもありなんだね。というかノリエが将軍宗教団体、で検索すると、似たような話も出てくるけど。竹川さんが殺害された半年後に、BOAC のスチュワーデスのメリー・オーワンが、金や宝石を密輸していたことが判明。そして翌年の1960年昭和35年3月には、BOAC の極東空路のスチュワーデスや、パーサーら関係者127人が、麻薬などの密輸に関係したという理由で大量解雇、クビになるという事件が発生している。やっぱり悪いことしていたんだね。BOAC の極東空路は、闇ドルや闇砂糖事件と同じ空路だし、しかも密輸で逮捕されたメリー・ワンという人は、名前からして中国系よね。航空会社と宗教団体が、アジアで悪事を働いていたのかもしれないわ。松本清張がこの事件を題材とした、小説を出しているんだ。内容は神父がスチュワーデスの女性を、麻薬の運び屋として使っていた。しかし、そのことが重荷になったため、ホテルの帰りにスチュワーデスを殺害した、というものだった。この説は有力視されている。なるほど、英国海外航空とサレジオ協会、ドンボスコ社の過去の事件を見ても、その説はとても説得力あるわね。もう一つの説は、不正に闇取引で資金を作っていたサルジオ会が、麻薬の運び屋に仕立てようと神父の愛人を、スチュワーデスにしたという説だ。しかし、断られたことから口封じのために、殺害したのではないか、という説なんだよ。彼女に事情を話してしまっていたので、生かしておくにはいかなかったというものだ。そういえば竹川さんは、行方がわからなくなる前日に、実はこのドンボスコ社からの手紙を、受け取っていたわよね。手紙を見て顔色を変えた、という目撃者の証言もあったわ。どちらにしろ、この未解決事件はサレジオ協会、ドンボスコ社、そして BOAC 英国海外航空が何らかの形で関わっていると思われるよ。この事件は映画化されたけど、カトリック教会からの圧力で、公開期間が短くされたり、映像やセリフがカットされてしまっている。また日本人の中にも、擁護者が現れたりもしたんだよ。日本人のカトリック信者かしら？そうだね、クリスチャンの遠藤周作は。マスコミはその写真を掲載したり、その名を発表した。一種の人権蹂躙であると言っている。同じくクリスチャンの田中澄江も、事実を曲げた猥雑な天の暴力にもめげず、神父は澄んで綺麗な目の色であった
とかトンチンカンなことを言っている。目の色とかどうでもいいわよね。白人コンプレックスもいい加減にしなさいよ。帰国した神父本人も後になって、非難を恨まずと日本を悪者にしたようなコメントを出している。また、被害者の安らぎを祈っている、とか他人事のようなことを言っているね。少なくとも竹川さんが遺体となって見つかった日の朝に一緒にいたわけだから、ちゃんと事情聴取を最後まで受けてほしかった。うつ主はこの事件はどういう推理をしているの？松本清張や世間で言われている説とほぼ同じみたいだね。直接手をかけたのが神父かどうかはわからないにしても、この事件は戦後に焼け野原になって何もかも失った日本を悪用しようとした組織によるものだと言っている。要はバラバラになった日本から、さらに骨の髄まで搾取しようとした外国勢力によって竹川さんは利用されたんだということらしい。なるほどね。日本の国力が下がっているのをいいことに、悪いことしていた人たちはたくさんいたわ。神父を使って竹川さんを垂らし込んで、航空会社に就職させたものの、彼女がいざとなった時に、難色を示したんだろう。それなら死んでもらおうかとということで、あっさりと殺害、責められれば母国へ帰ればいいとね。彼らにとって日本人の女性一人の命なんて、どうでもよかったのだろう。よく北方領土を終戦後に、旧ソビエトが火事場泥棒のようなことをして、奪い取ったことが言われるけど、似たようなことをやってた、海外勢力は他にもあったということね。そうだね、まあ北方領土とは規模が違うけど、やっていることは、旧ソビエトと似たようなもんだね。それは日本だけではなく、ベトナム、イラク、アフガン、リビアなど、大規模な戦争の後に、敗戦国でそういう組織や外資系が入り込んで、同じようなことを今でもしている。そういう戦後搾取の一つが、このスチュワーデス未解決事件だということだよ。この神父、今はどうしているの？数年前に亡くなっている。年齢は90歳を過ぎていた。ということで今回は1959年に発生した BOAC のスチュワーデス事件でした。皆さん最後までありがとう。